仲間モンスター腐った死体の継承ガチャ10連やっていきます。はい、今こちら仲間モンスター図鑑腐った死体の画面なんですけれど、はい、今これまで68匹仲間になってきております。はい、今回は10連継承ガチャ10匹とお別れをしていくというものでございます。まあ以前ね、数十匹とお別れ継承ガチャはすでにしております。で、継承玉として残るね、可能性のあるスキルとか特殊効果見ていくと、獣好き、猛毒攻撃、刃砕き、甘い気ということでね、 A スキルの甘い気が、はい、あります。あとは最大 HP は S まで、攻撃力は B まで、キャド耐性 S、守備限耐性は B まで、あとは、はい、即死耐性 S までということで、ございます。というわけで早速ね、お別れの方10連10匹、やっていきましょう。というわけでちょっとお待ちください。まあ、ゾンビ系のね、モンスターで、スクリーニングをかけております。はい、こちら、腐った死体がですね、まあ、何匹かいるんですけれど、黄色の星印がついてるやつがですね、甘い息を持ってるやつで、まあ、そうじゃないやつは罰印をつけて、一応目印をね、つけております。まあ、これまで60数匹仲間になってきてですね、まあ、いい素質のものっていうのが、蝶が一体だけいました。まあ、あとは、ですね、すべて、徳、優、波でした。はい。まあ、極みはおりません。はい。というところでですね、まあ、こんな中から、まあ、適当に、まあ、選んでいこうと思います。まあ、今回ね、レベル50に達してるやつが十数体おりますので、まあその中からまあ10連分、10体ね、選んでいこうと思います。あとはこんなところ、とりあえずな、まあ適当に、9、10、まあこんな感じでいいでしょうということで、まあちょっと1、2体どんな継承玉、残すか見ていきましょう。まあ、これね、A とか B の継承玉が一切残らないやつで、まあ、ちょっとね、育てて損したかなっていうやつになります。こいつは B の攻撃力 B が一応ね、15% です。あとは、これはどうだろう。はい、これは甘い気いいね、あります。10%。あとは B はですね、最大 HP B と守備限耐性 B、7.5% ずつということで。はい。というわけで、この後、もうお別れの方をしていきましょう。まあできるだけですね、A とか B のね、継承玉がたくさん残ることを願いまして、お別れの方をしましょう。はい、お別れ、どうでしょうか。あ、ヒャド耐性 A がね、来ましたね。あとは、守備限耐性 B か。まあ、守備限耐性ちょっとね、あえて使うかっていうとちょっと微妙なんですけれど、まあとりあえず B が来たのは、ありかな。はい。あとは、ヒャド耐性 A ですね。まあ、甘い気はちょっとね、落とせませんでしたけれど、まあいいや、とりあえずこんな、ヒャド耐性 A は、まあ来たんで、これはまあどっかで使う機会もあるのかもしれません。ということで。はい。というわけで、今回はですね、腐った死体、継承ガチャ10連をやってみました。まあ私のね、サブチャンネルの YouTube、ドラクエウォーク動画ではですね、まあ、継承ガチャの動画を作るときは、一応、一つのモンスターに絞って、10連、20連のお別れ、継承ガチャをしております。もしよろしければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。